長ったら、生徒から没収した雑誌をまたこんなところに置いて。もうきちんと一箇所にまとめておかないと整頓するのが大変なのに。あの人しっかりしているようで変なところに無頓着で困ります。なになに、おいしいスコーン特集。いけません、生徒から没収したものを私用で閲覧するなんて。これじゃ風紀委員副委員長としての示しがつきませんし。え、おいしいスコーンのあるお店ランキングまで載ってる。ちょっとだけ、ほんのちょっと、1ページだけなら。でも、もうそもそも委員長がこんなところに雑誌を置いておくから。結局盗み読みしてしまいました。しかも委員長を言い訳に使ったりして。私もまだまだ修行が足りません。とにかくもう読んでしまいましたし、あのスコーンのお店に行きましょう。確かこの辺りにランキング1位のお店が。あそこ。すごい行列です。日曜とはいえこんなに混んでるだなんて。売り切れることもあると書いてあったから早めに来たんですが。神様、このためだけに風尾から電車に乗ってきたんです。もう没収した雑誌をこっそり読んだりしませんから、どうか買わせてください。全種類買えました。よし、明日からもまた見回り頑張りましょう。まだ焼きたてで温かい。いい香り。冷めてしまう前に一つくらい先に食べてもいいでしょうか。でもそれじゃあ買い食いになってしまうし。いえ、どこかに座れば。学園から離れているし、わざわざ休日に下町まで来る生徒はいませんよね。よし、それじゃあ自販機で紅茶を買ってと。いただきます。こんなところで何をしているんです？私は、違います。買い食いなんてするはずが。いえ、もう言い訳はしません。今日ばかりは私もあなたの素行不良を注意することができませんから。なぜ笑うんです？生徒の雑誌を盗み読みしてしまったと言ったんですよ。ええ、確かに私は真面目すぎるのかもしれません。よく言われますし。あなたの能天気さのおかげでしょうか。なんだか一人でうじうじ悩んでいたのが馬鹿らしくなってしまいました。でもこれもすべて我が学園の生徒たちを思ってのこと。私たちはみんなただでさえ風当たりの強い魔法使いです。つまらないことで人々の目に留まり批判されてほしくはありませんから。教育には嫌われ役も時には必要だと思ってますから。それにしてもあなたに雑誌の件の懺悔を聞いていただけて少し楽になった気がします。これはお話を聞いていただいたお礼ということで、お一ついかがです？まだ温かいのできっと美味しいですよ。ランキング1位のお店ですし。本日は一時休戦ですが、また明日からは厳しく行きますので、そのおつもりで。